警察署に侵入するですから。おいおいベントレ、大丈夫だって。狙いはデータファイル、カルマリータフォックス警部のオフィスの金庫にあるはずだ。セキュリティシステムにハッキングして、ここからバッチリモニターできてるですよ。とりあえずあそこのエアダクトから中に入るです。了解、行ってくるぜ。僕もちゃんとスタンバイしてるからね。スライ、ファイルをちょいちょいと盗んできたら、あとは僕がちゃんとやるからね。スタンバイ頼む、マーレ。すぐ戻ってくるって。おい、ベントレ、ちょっと待った。何か足場が光ってる。このキラキラが見えるか？はは、聞いたことがあるです。あなたの家系、クーパーの一族には代々伝わる能力があって、通れるルートがオーラみたいに青く輝いて見えるそうです。そのオーラが見えたときは、そばに近づいて丸ボタンを押すです。押している間、その場所にあったスペシャルな怪盗アクションが使えるらしいです。丸ボタンを押しっぱなしだな。了解。絶対捕まえてやる。待ちなさい、クーパー。逃げられると思わないで。よう、カルマリータ、久しぶり。この前はエジプトだったっけ？そうだったわね。そういえばあの時盗んだファイヤーレッドダイヤ、あれもちゃんと返してもらうわよ。ああ、あれはあんたにプレゼントしようと思って。お、購入のアクセサリーか。構えるポーズも決まってる。ありがとう。これはパラライザーショックガン、ニューモデルなの。撃たれたらビリッとくるわよ。ビリッとくるデートはどう？あなたを牢屋に放り込んだら、そこでたっぷりデートしてあげるわ。おお、怖い怖い。データファイルもしっかりいただいたことだし、ではおさらばしますか。よし。
やちょっと危なかったかな。ま、カルマリータちゃんには悪いけど、今回も俺たちの勝ちだ。このデータファイルがあれば親父の敵が撃てる。あれはまだ俺が子供の頃、よく親父の膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系、そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの秘伝書だ。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない掟があった。義族の名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした親父を、そしてとうとう見つけられてしまったんだ。大事なラクーナの秘伝書、奴らは俺の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺は一人ぼっち町の孤児院に入った。だがここで出会った二人の仲間、天才発明家、頼れる相棒ベントレー、そしてマーレー、食いしん坊でちょっとドジだがまあ憎めない弟分さ。仲間と一緒に俺は親父の仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義賊になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るか、さあ俺たちの運命はどっちだ。このアイコンが出ているときはゲームをセーブしているです。このアイコンが出ている間は絶対メモリーカードを抜き差ししないでくださいですよ。警察署の中からデータファイルをゲットとはさすがです、スライ。ムービーが見たくなったら私に言ってくださいです。ここでいつでも見られるですよ。左のアナログスティックで見たいムービーを選んで丸ボタンで決定です。